皆さんこんばんは。お久しぶりでございます。はい、ちょっとですね、オールスターを、行ってきた後からちょっと体調不良になりまして、なかなか高熱が出て、寝込んでいたんですけれども、まあちょっと良くなったので今日から、ちょっと動画を再開していきたいなと思います。はい、そして今日はドラゴンズは、負けてしまったそうで、まあオールスターのね休暇もあったんでしょうけど、まあなんか普段の中日ドラゴンズに戻ってたような形の試合ではありました。はい、前半戦ねいい形でああいう風に折れたのにもかかわらず、こうやって後半戦からね、いいスタートができないっていうのは、まあここ10年のまた悪い流れが、来てしまってるのかなっていう風には思うんですけれども、まあまだ後半戦始まって1試合、終わったばっかりなので、まあね、まあここからうだうだ言ってもしょうがないので、まあもうとにかく見守るっていうね点でいかないといけないので、まあ明日とにかく勝って名古屋に戻ってきてもらいましょう。で、まあ石川昂弥が今日は10号かな、初の2桁本塁打乗せてくれました。はい、これは素直に、おめでとうっていう風にね言いたいですね。はい、石川昂弥選手おめでとうございます。はい、でまあドラゴンズに関してなんですけれども、今日から後半戦から、岡林選手のコールが、林に変更されるそうで、今まで普通に岡林だったんですけれども、まあ、カット合わせ岡林とかね、突撃岡林って、まあ、皆さんよく聞くフレーズだと思うんですけれども、まあ、これが突撃林になると、はい、カット合わせ林になるそうで、まあ実質岡林選手を今年からね、声を出して応援するっていうのは今シーズンから初めてだったので、まあ、ここはまあ対応していきやすいのかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、サウスポーの応援が、5文字の選手はね、大岡林になってたんですけれども、まあ、ここもレッツゴー林に変更されるそうです。はい、まあ、皆さん後半戦からしっかり覚えて、声を出して応援していきましょう。はい、よろしくお願いします。でまあね、オールスター行ってから体調が悪くなったって言ったんですけれども、まあ、オールスターね、久しぶりに行かせてもらったんですけれども、まあ、楽しかったですね、素直に。はい、まあ、今回レフトのパリーグ側で見させてもらったんですけれども、まあ、会長がチケットを取ってもらって、で最前列の2列目から見させてもらいました。ほんまに、応援団が真横の席だったんで、まあなかなか貴重なね体験をさせてもらったなというふうに思います。で、まあ、オリックスの交流会の谷口団長とも写真を撮っていただいたりとかで、有名10万人登録 YouTuber の、B モレルさんとも写真を撮っていただいたりとか、まあ、本当に、いい一日でありましたね。はい、で、まあ、応援の方なんですけれども、まあ今回森友哉選手が、欠場になってたりとかで、まあ、ずっとオリックスのね、まあ、森友哉選手の応援歌とか、あとオープン戦ね、今年行ったんですけど、まあ、福田周平の応援歌が聞けるかなと思ってね、行ったんですけれども、まあ、ちょうど登録抹消されていなかったんで聞けなかったんですけど、まあ、森友哉選手の応援歌を、まあ、まさか頓宮選手の打席で、披露してくれて、そこで合わせてねやってくれると思わなかったんで、なかなかサプライズの応援歌として、やってくれて、こっちもちょっと感激でした。はい、ありがとうございました。であと吉田正尚選手のね応援歌も頓宮選手のその次の打席でやってくれて、まあ、ほんまになかなか楽しめたレフト側応援席やったんじゃないのかなっていうふうに思います。でまあその他にもね、普段歌えない、パリーグの選手の応援歌をね歌えたりとか、まあ、パリーグの野球をパリーグの応援席から見れるっていうね、まあ、ほんまにオールスターでしかできない体験をさせていただきました。まあ、普段ね、セリーグの応援を、まあ、ドラゴンズの応援をねやらせてもらってるんで、まあ、今回はちょっとライト側じゃなくてレフト側から見させてもらったんですけれども、まあ、ほんまに非常に楽しめて、いい一日になりました。はい、で、まあ、阪神の、ごめんなさい、セリーグはほぼほぼ阪神打線だったんですけど、まあ、普段は嫌なぐらいね、嫌な場面で打ったりとか、チャンスの場面でことごとく
打ってくる、あの甲子園での阪神タイガースだったんですけど、まあなぜか名古屋ドームに来ると、なんかドラゴンズみたいなね、打撃になってしまって、まあなんか、いつものらしさはちょっと見られなかったなっていうふうなのは感じましたけれども、まあ普段できない、憎き阪神タイガースの応援も、させてもらえて、非常に楽しい一日に本当になりましたね。中野選手の応援歌とかね、ずっと、応援が、なかった時から結構いい応援やなっていうふうに思ってたんで、中野選手の応援とか、まあ、ノイジーとかね、シェルドンなんですけれども、まあ、シェルドンの応援とかもできて非常に良かったです。まあ、なかなか、敵味方関係なくプロ野球を見るっていうのは、普段からできないので、まあ、こういう機会にしかね、こういう応援をできなかったっていうのは、あったので、まあ、ほんまに、オールスターっていうのは、そういう意味で言ったら平和なプロ野球を見れるっていうところで、いい環境でね、見させてもらったんじゃないのかなっていうふうには思いました。はい。まあ、それで、まあ、オールスターもね、終わって、まだこれからシーズンが始まって、まあね、敵同士っていうふうになってきて、まあ、これから阪神もね、またほんまに、今までみたいに、嫌なタイガースとして見ていかないといけないんですけれども、はい。まあ、頑張って、阪神に負けない。まあ、阪神に負けないっていうか、阪神に、追いつかないといけないんですけれども、まあ、どの球団にもね、負けてられないので、とにかく明日から、もう一度やり返す気持ちでやっていてほしいなっていうふうに思います。はい。まあ、後半戦。本当にね、甲子園でも言いましたけれども、あまり僕らまだ全然諦めてないので、はい。選手も、監督、首脳陣も、まあ、球団もね、諦めてないっていう姿勢を、ファンにしっかりと見せていただいて、明日からもう一回リスタートしていきましょう。はい。じゃあ、今日はね、ちょっとなかなか、何日間かこういう動画を上げれてなかったんですけれども、またちょっと今日から、再開していきたいと思います。ちょっと今年なかなか体調不良になる機会がほんまに多いので、まあ、ちょっと自分自身、何かをね、見つめ直して、ちょっと変えていかないといけないなっていうふうにはちょっと思っております。はい。まあ、いつまでもね、ちょっと体調不良だとか言ってられないので、はい。じゃあ、今年の体調不良は、これに、で、最後にして、で、年末をしっかりと迎えて、やっていきたいなと思います。ユタットフラ。この間ね、甲子園に行って、もらったものなんですけれども、これ、まあ、子供のね、ハッピーを、甲子園で、来場プレゼントでいただいたんですけれども、まあ、なかなか、なんていうんですかね、斬新なデザインというか、まあ、奇抜なデザインなんですけれども、まあ、こういう、ハッピーっていうか、まあ、ハッピーじゃなくてもいいんですけど、なんか、こういうものを、まあ、ドラゴンズもね、作ってくれたら、まあ、子供もね、喜んで来てくれるんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、こういうふうにね、ここに、阪神のマーク書いてたりとか、こうやって、この阪神タイガースでね、こう書いてるんですけれども、まあ、これ、あんまりプロ野球の、なんていうかな、球団のグッズみたいに見えないじゃないですか。こういうね、グッズを、まあこれタダですから。はい。ほんまに、アホの一つ覚えみたいに、ユニフォームをポン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 と配るんじゃなくて、まあちょっと、違うものにいい加減変えて、はい、やっていってほしいなっていうふうに。思います。まあ別にハッピーじゃなくてもいいんで、まあ T シャツとかね。まあ、別にタンクトップでもいいわ。まあほんで、パンツでもいいし、靴下でもいい、ほんまに。もうとにかく、そのユニフォームだけを毎年毎年こうやって配るっていうのを、やめていただいて、まあなんかちょっと違うものにね、ちょっといい加減変えてほしいなっていうふうに思いますけれどもね。前のね、ドアラの、なんか、夏限定 T シャツみたいなやつだったら、あれはね、結構良かったのかなっていうふうに思うんですけど、ああいうのをちょっと今年もなんか作ってほしいなと思ったんですけど、なかなか出ないんで、はい。来年は期待してます。
じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。